こんにちは。朝6時です。綺麗な雲が出ていました。秋の空でしょうかね。今日は空を中心に撮るようになるかと思います。これは東の空ですね。ちょっと黒い雲もありますが、とても幻想的な感じになっています。もみじ青い、空を入れて撮っています。紅白、仲良く咲いていますね。タイタンビカスローズ、今日はいくつか咲いていました。ちょっと眩しい感じになっていますが、大きな花を咲かせています。今朝はやや涼しかったですね。最高気温は32度ぐらいみたいです。タイタンビカスブライトレッド、これも綺麗な青空、白い雲にぴったりの花ですね。本当に南国みたいな感じです。タイタンビカスの花数が減ってきて残念な反面、首ちょんぱの手間がだいぶ省けてきて助かっています。タイタンビカスピーチホワイト、これもとても大きな花なんですけども、空を見ていってください。もこもこしてますね。トリトマローペリ、毎日見ていただいていますが、このだんだん茶色くなってきた花、根元から切ったらいいかどうか今考え中です。かなり大きくなっていますね。ダリア、バーレー、ボキャバインは小さな花ですけども、つぼみをたくさんつけています。今のところ台風とか来ていないので倒れる心配はないかと思います。花が小さいものは倒れにくいですね。トモエソウ、今日も一つしか咲いていませんけど可愛らしい花です。つぼみがたくさんあるのでこれから楽しめると思いますね。デルフィニウムは、この一本を残して花の重さで倒れてしまいました。魚竜ロゼア、こうやって見るとね、とっても綺麗なんですけど、実際はちょっと悲惨な感じになっています。襲名菊も楽しみにしているとなかなか咲いてくれないんですけども、後ろに見えるのは丸葉シャリンバイですね。鷹の葉ススキ、斑入りの葉っぱが綺麗なんですけども、鷹の葉ススキに穂が出ました。こんな感じです。アルストロメリア、サマースノー、なんか蜂が来ていたようなんですが、なんだかよくわかりませんでした。今日もたくさん咲いていますね。宿根フロックス、よく見ると雨が降ったんですね。 0.1 ミリ、0.1 ミリの雨って一体っていう感じなんですが、一応降りました。じゃーん、クールピクス B600、買っちゃいました。これは鳥を撮りたいんですね。超望遠ということで、興味のある方は検索してみてください。三尺バーベナにツマグロヒョウモンが来ています。やはりデジカメで撮った方が、なんていうんですかね、バックがぼやけていい感じになってますね。ただまだ使い勝手がよくわからないのと、取り込みがちょっと複雑で、やっとの思いで取り込んだんですね。慣れれば大丈夫だと思うんですが、たまにデジカメを使いたいと思います。鳥を撮るときにはもうデジカメで撮るしかないので、デジカメを使います。普段は iPad Pro で満足しています。ボローが隠せるのがいいという感じですね。雑草さえも綺麗に見えます。夕べの丸尾です。もう眠くて眠くて目がいっちゃってますね。はい、眠りました。今朝の丸尾です。盆踊りを踊っているようなスタイルで爆睡していますね。まだまだ残暑が続きます。
今日も元気に頑張りましょう。さようなら。